ステイナイトの三騎士の見た目は今と昔じゃかなり違うよね。に対するみんなの反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編へどうぞ。やっぱりエミヤとクーフーリンとギルの髪型が良くないと思う。ギルが最初に出た時、アーチャー裏切ったの？って思ったよ。これ言う人めっちゃ多いし自分も混乱した。まず同じクラスの奴が二人いるとは思わないからな。アーチャーが思わせぶりに退場したしな。セイバーが初見でお前はアーチャーとか言うのも悪い。アーチャー記憶喪失だったし、記憶取り戻したら金髪化したのかなって、あといろんな宝具使える特徴が似すぎ。あそこで記憶取り戻したしな、アーチャーって勘違いする人続出なのは狙ってやったのかたまたまなのか、セイバーにアーチャーって紛らわしい言い方させてるしわざとなのかな。ボツになったな、ゴリ。ギルは N 前に反射されて鎧焦げて切れてる顔好き。驚異のオールバック率、しかも戦うキャラ多いからこうなる。もう20年くらい前か？地味にセイバーの髪型変わっとる。気づいてしまったか。言うて上も5年くらい前？全員実装初期なんだから6年前だし、実際に書いたのなんてもっと前だろう。キャラマテかなんかで社長が語ってたけど、ランサーは本来垂れ目なんだよな。最近すっかり釣り目になってるけど、セタンタとか。そもそも塗りとかが違うけど、月姫の方が変わりようがやばいと思う。そりゃそうだ、単純にそっちの方が古いんだから。竹内エゴジサバ、第三サイリンのステイナイト衣装のリメイクっぽい衣装好き。立ち絵とかはさすがにあれだけど、一枚絵は当時の方が記憶補正込みで好きかも。まあ、アーチャーとギルガメッシュはミスリードやる予定だったらしいから。筋力 D とギルはホローの私服がダサすぎて驚愕した。ジャージはいいだろ。黒いパジャマで街を徘徊する未来の自分。一品物の私服は本当にダサすぎてお蔵入りになったのが逆にネタにされてるからな。アーチャーはステイナイトで髪下ろしちゃうと、とんでもないネタバレ食らう可能性があるからしゃあない。本人曰く、相変わらず童顔らしいし。エミヤは丸くなったな。造形自体は変わらないが近所のお兄さん感がある。もともと男キャラの書き分けできてないんで、そこは別に心配する必要なかった。言っちゃ悪いが社長は男キャラを書くの致命的に下手くそだと思う。そこで例外の農民。FGO ハマるだいぶ昔に漫画のステイナイトだった記憶友人から借りて、ちらっと読んだけどエミヤとギルは同一人物だと思ってた。まさかシロウの方だとは思わなかった。まあ当時はあんま垢抜けなかった主人公も、カジシの技量と人格インストールされて、今やめっちゃかっこいい美女婦になってるからね。時代は変わるのだ。ランサーに気発り目で書いてるって社長が言ってなかったか？誰かと書き分けを比較して語ってた覚えがあるんだが、いつの話だったか。セイバーのアホ毛太くなってない？育った？というかアホ毛の向きが変わっとる、感情に連動して動くとか？前に進むようなイラストなのに前に垂れ下がってたら、物理的におかしくなるからだと思う。走る時とか髪後ろに流れるやろ？ギルの服センスはダサいか、全裸まがいというところがいいのだ。神代出身がみんな現代服装センスが良いわけではないのだな。ちょっと待ちなさい。あなたは上品で大人の魅力満載でなおかつ、少女時代の可愛らしさが真っ当に出てるでしょ。特にエミヤご飯。令和初期の今、平成初期の服装してたらえ。ってなるの2000年以上前の服装感覚の人がそのままコーディネートしたところで現代の人に受け入れられるかといったらそんなことないよなと。皆さんはステイナイトの三騎士の見た目は今と昔じゃかなり違うよねについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価をお願いします。